エドサル級護衛駆逐艦は第二次世界大戦時にアメリカ海軍が建造、保有した護衛駆逐艦。手記方式、配置から FMR 型とも呼ばれる。ネームシップはノーマンエドサルにちなんで命名されている。本級の設計はオサネ体型のバックレイ級及びキャノン級の船体にギアードディーゼル方式の手記を組み合わせたものとなっている。手機としては 潜水艦で搭載されたのと、同系列のフェアバンクスモース社製 38D、8から1、8から12サイクル垂直対抗8、気筒ディーゼルエンジンを4機搭載する。ディーゼルエンジンは、それぞれ2機ずつ1組となって、逆転機構を備えた歯車減速機を介して、両弦の推進機に接続されて駆動している。当時、歯車減速機の生産能力には限界があり、 上気タービン搭載の主力艦、揚陸艦に優先的に供給されるために、護衛駆逐艦においては、不足気味であったが、低馬力であれば製造も、比較的容易であることから、このような指揮構成となった。機関部は2区画で構成され、左右に、タンデム配置とされている。武器システムについては、概ね、朝鮮隊のバックレー級及びキャノン級に準じたものとされている。 マーク223インチ単装感謝砲は、監視乾板と全部乾板室上に背負い式に1機ずつ、また、完備乾板にも1機と計算機を備えている。手法用の手法イバンは環境上に設置されており、即居レーダーを備えたマーク52や、より本格的な射撃式レーダーを備えたマーク57、またはマーク63など、対空射撃を 主元する機種が搭載された。40mm 機銃は、当初は、上部構造物後端に、連装砲画として搭載し、その直前に、マーク、51射撃式装置を一気配していた。しかし、第二次世界大戦末期には来撃の機会がなくなった、ことから、煙突後方の上部構造物上に設置されていた、三連装長魚雷発射管を撤去して、ここにも、 艦層内市連装の方がと、包囲板を排した艦が多くなった。また、近接防空用の 20mm 機銃も多数が搭載された。本級は計画通りに下記の85隻が建造され、全艦がアメリカ海軍に引き渡され、1943年に運用が開始された。主に大西洋戦線で戦護衛や紹介任務に従事し、このうちの5隻が 第二次世界大戦で戦没、戦後に5隻が海外に供与されたが、残りは最後までアメリカ海軍での運用を継続し、1974年までに全艦が除籍された。ウィキメディア・コモンズには、エドサル9護 a 駆逐艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。